皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は最近気づいてん、あのさ、この髪の毛ってさ、普通さ、この根元の部分をポワンポワンポワンってしがちやん。んでこの感じを作るんじゃなくてさ、このちょっと一部をピッて引っ張るだけでな、なんかこれが簡単に作れちゃうねんな。ほら、あ、なんか勝手にゆるい髪の毛できちゃったみたいな感じです。はい、今日はカラコン紹介していきたいねんけど、いつもパッケージに入れておいて、んでそのまま、あ、カラコン紹介しようと思っててんけど、間違えてパッケージを捨ててしまい、で捨てて、だいたい家では捨てて、これだけでポンって入れてんねんやん。で、間違えてこれも捨てちゃって、パッケージがないです。ごめんなさい。はい、頭皮見ないでください。で、ないんやけど、まあ、紹介していきたいと思います。ちょっと写真こちらに出します。ドン、こちらエンジェルカラーデイリーズ、デイリーズ、デイリーズプラスというものです。んで、種類は5色5カラーあります。で、結構なんかこう発色のいい、こう何だっけ、リルムーン的な感じのあれかな、色的にはな。んで、今回青は10枚入りを買ってまして、14.0mm です。同割り同なしございます。で、ワンデーです。で、お値段が1800円ぐらいでした。ドンキにも売ってますし、通販にも売ってます。専用サイトもありますので、ぜひご覧ください。んで、ちゃうわ、うん、14.0、着色直径やったっけ、あれが書いてないんよな。うん、着色直径も 14.、 いや 14.0 ではない気するな、 14.0 なんかな。はい、まあでも 14.0 って書いてるんで、これ使っていきたいと思います。で、青が買ったやつはムーディークォーターっていう色やねんけど、それ間違えました。青が欲しかったのはグレーっぽいやつで、クォーターちゃう、バージンクォーター、バージンクォーターっていうやつが欲しかったんけど、間違えてエンジェルカラデイリーズのヌーディークォーターを買ってしまい、こんな色です。はい、間違えました。でも、まあ、濃いメイクとしてツイッターにはあげました。こんな感じのメイクしたって言って、ニューカラコンも買ってっていう、ならみんなカラコンどれっていうので、で今回これでした。じゃあ早速、つけてみたいと思います。今ちょっと違うカラコンしてるから、ちょっと取って、はめていきます。こういつものカラコンと今日のヌーディークォーター、ちょっとまだ涙こぼしても。はい、まずはうってなった。まずはラガンと比べていきましょう。ドン、こんな感じです。と、まあやっぱり色発色がいい、結構黄色系な、カラーになってます。ハーフメイクとか、まあ、ちょっと濃いメイク、ギャルメイク、そっち系にはめちゃめちゃいいと思います。で、縁はあります。じゃあ両方つけていきたいと思います。こんな感じです。こうカラコン自体も柔らかくて、めちゃめちゃ使いやすくて、スポッて入りました。で、見たらわかると思うねんけど、まあ、これですっぴんメイクとかはちょっと目が浮くかなっていうのはあるかな。うん、まあでも普通にこれぐらいのメイクだったら全然合わせやすいと思うし、まあ濃いメイクとかなんでもいけると思います。あとはなんかこのカラコンの柄がしっかり、このなんていうの、この柄がしっかりわかるし、まあぜひ皆さんも試してみてください。あ、もうこの前濃いメイクあげたんやけど、また違うメイクでツイッターとかにもあげていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。